12月24日土曜日の全国の天気をお伝えします。日本海側では引き続き大雪に警戒してください。北陸から北の日本海側では明日も一日を通し雨や雪の降りやすい天気が続きます。日中帯は雨が主体となるところも出てきます。これまでに降った雪の量が多いところでも雨が降る恐れがありますので、路面状況のさらなる悪化、屋根からの落雪に十分警戒をしてください。内陸山沿いではさらに積雪の量も増していきます。北海道も一日を通し雪の降りやすい天気、オホーツク海側では強まる恐れもありますのでご注意ください。雪の降っていた高知や九州北部にかけては雪の降ったり雨が降ったりする変わりやすい天気です。太平洋側では日差しが届く可能性があっても急な雨の恐れもある変わりやすい天気ですので、お出かけには雨具があると安心です。関東は一日を通し晴れて寒空が広がります。気温も引き続き寒く、日中も真冬の寒さです。夜もぐっと冷えますので寒さ対策も万全にしてお過ごしください。詳しい情報はアプリウェザーニュースからもご覧いただけます。